はい、皆さんこんにちは、ハヤトです。今回はシティーズスカイラインズに新しい DLC が実装されたということなので、こちらを紹介する動画を作ってみようと思います。それでは早速プレイしていきましょう。はい、まずはですね、5つ新しいマップが追加されました。今回は産業機能を強化する DLC ということで、最初からですね、資源が豊富に置かれているマップが増えたらしいです。それではまずこのグリーンピークスというマップをプレイしていきましょう。はい、というわけで新しいマップが始まりました。それではですね、新しい機能を試すためにざっくりとですね、街を作っていこうと思います。はい、ざっくり街を作っていっている途中です。まだですね、新区画を置くことができないのですが、新しく追加された項目が一つあるので、そちらを見ていっていこうと思います。どの区画でもいいので建物を一つクリックしてみるとですね、ヒストリカルビルディングというチェックボックスを入れることができるようになっています。こちらはですね、建物の見た目をそのままに維持するというモードになっています。ゲーム的にはですね、区画にある建物っていうのは建物レベルが上がるとですね、建物がどんどん豪華になったり、見た目が変わっていくことになります。レベルアップに応じてですね、このヒストリカルビルディングという項目はですね、建物のレベルは内部的には上がっていきながらも建物の見た目をそのまま残すことができるというチェックですね。街の景観などを気にする人は使ってみるといいんじゃないかと思います。はい、人口が1400人に到達しました。これで新しい区画を使うことができるようになったので、早速使っていってみようと思います。新産業特化区画ですね。ここにですね、農業に適した土地があるので、ここを使って農業特化区画を作っていこうと思います。まずは最初に適当に道路を引きましょう。建物を建てるためにね。はい、こんな感じでいいかな。そしたらですね、この区画アイコンからですね、この右の2つ、これが設定と解除なんですが、ペイントインダストリーエリア、こちらを使って新しい区画を作っていきます。この緑のゾーン、ここに、農業特化区画を作ろうと思っているので、こちらを塗っていきます。はい、これでいいかな。こちらですね、パークライフの、パークモードと同じですね、通常の区画設定とは、別枠になっています。なので、区画を重ねて塗ることもできますね。それではこの新しい産業区画、こちらに農業エリアを作っていきます。まずですね、このアイコン、水道の右のアイコンですね、今まではゴミ箱のアイコンだったところが工場のマークになっています。こちらを選択するとですね、このゴミ関係のもの以外に、特化区画用の建物を設置することができるようになっていることに、気づくはずです。それではファーミングインダストリー、このトラックのマークのアイコンをクリックしてですね、ファームメインビルディングを建てていこうと思います。こちらがこの区画、この農業区画のですね、中心になる建物ですね。まずこれを設置します。はい、この辺りに、入り口のあたりに設置してみましょう。はい、コングラチュレーションズ、おめでとう。この農業エリアのレベルが1になりました。新たな建物がアンロックされたと言っていいですね。はい、それではここに新たにですね、建物を建てていきます。まだこの中央になるメインビルディングしかなくて、まだね、何も作物を作っていない状態なので、こちらにですね、いろいろなものを置いていこうと思います。はい、まずはレベル1で置くことができるものを置いていこうと思います。スモールクロップフィールド、こちらですね、作物畑ですね、小さな作物畑、こちらを、3つ4つ置いていってみましょう。はい、できました。こちらではですね、コットン、麺ですね、コットンや、フィート、これ小麦かな、さらに、こちらではちょっと違うものを作ろうかな、ポテト、ポテトを作ってみようと思います。こちらはグリーンハウスですね。4つの、まあ、種類をね、選べるようになっているので、4種類の、畑を作ってみました。これが、建てられる1種類目の建物になります。これらはすべてですね、ここにゲージが出ているんですが、クロップス、作物というものを、作る建物になっています。さらにですね、スモールフルーツフィールド、こちらも、3つほど建ててみましょう。こちらはですね、果樹園ですね、これが、リンゴの果樹園、さらにですね、ペア、洋梨かな、ペアや、オレンジ、これがオレンジですね、これがリンゴ、これがペア、果樹園も設置してみました。こちらも同じようにですね、作物を生み出しますクロップスだね。この状態で、この区画どのようになっているかというとですね、区画をクリックしてみると分かるんですが、この産業エリアではクロップス、作物を作ってそれを輸出しているという、まあ、図がここで見ることができますね。
トータルプロフィットマイナス244円、まだ何もね出荷されていないので今赤字だよっていうことになっているようです。はい、今早速トラックが出てきましたね。これは、取れた作物を町の外に、売りに行っているトラックだと思います。さらにですね、レベル1の段階で何ができるか、こんなものを置くことができます。スモールグレインサイロ、こちらはですね、置いてみるとわかるんですが、作物を、貯蔵することができる、入れ物のようなものですね。サイロですね。はい、そのままです。サイロです。今ここは真っ黒になっててね、貯蔵量ゼロということになっているんですが、時間を経過させるとですね、おそらく見ることができるんじゃないかな。ちょっと早送りしてみましょう。はい。はい。来ましたね。畑、それから果樹園から出てきたトラックがサイロに向かって走っているのが、見てもらえると思います。はい。こちらのね、黒い状態だったサイロ、こちらにもね、少しずつクロップが溜まっていっています。作物をここに貯蔵しているんですね。なんで貯蔵する必要があるのか、そのまま町の外に売りに行けばいいんじゃないのかっていう話なんですが、なぜ貯蔵する必要があるのか。それはですね、ここで採れた作物、これはそのまま売るだけじゃなくて他にも用途があるからなんですね。レベル1で建てることができる、それ以外の建物、スモールアニマル、これは、小さな農場ですね。これをちょっと3つほどまた建ててみましょう。はい、できました。3つのですね、牧場を作ってみました。こちらが豚です。ブーブー言ってます。こちら牛ですね。モーモー言ってます。こちら羊ですね。メーメー言ってます。結構ね、うるさいんですが、この牧場一体どんな効果を発揮するのかと言いますとですね、こちらで採れた作物、ちょっとクリックしてみると分かるんですが、クロップスを使っていわゆるですね、作物を飼料作物にして、家畜に食べさせて、アニマルプロダクツ、まあ、いわゆる、まあ、お肉とか、動物から取れる、商品に、加工しようということですね、そうしたことができるようになっています。ですので、一旦ですね、作物をこのサイロに溜め込んで、それをですね、この牧場に持ってくる、まあ、いわゆる一次生産だけじゃなくて二次生産までですね、この区画の中でやってしまおう、まあ、今回の DLC でできたその新区画っていうのは、このようにですね、町の中で、作った商品を町の中で加工してそれを売りさばこうということができるようになっている、それが、まあ、ざっくり言うと新たな、新産業エリアの、機能になっています。この図を見ていただいても分かる通りですね、作物、それをそのままアウトプット輸出していたのが、こちら右側にですね、新しい矢印が出て、動物にね、この作物を与えて、それをさらに輸出してお金を稼ぐということができるようになっています。まだね、ちょっとマイナス2700円の、大赤字になっているんですが、こちらもね、だんだん黒字になっていくと思います。それでは少し早送りしてみましょう。まだね、これだけしか建てられる建物はありません。小さな畑や小さな牧場しか建てられないんですが、この区画どうすれば新しい建物を建てられるようになるかと言いますと、区画にはですね、星マークで表示されるレベルが設定されています。現在レベル1ですね。どうすればレベルを上げられるかと言いますと、まずこの区画でですね、一定数のユニットを生産する、まあ、作物などですね、を生産すること。それからですね、この区画で、労働者が一定数以上働く。今回だと、265人以上の、労働者が働けばレベルアップをするぞっていう風に書かれてますね。ちょっと小さいんですが。はい、レベル2に到達したようです。新たにいろいろな建物が建てられるようになったので、早速見ていってみましょう。まずですね、完全に新しい種類の建物としましては、ワーカーズバラック、従業員の、ま、建物ですね、休憩所みたいな建物だと思うんですが、こちらを建てることができるようになりました。こちらですね、どんな効果があるかと言いますと、この区画全体の作業効率を上げる効果があるようです。1軒あたり 5% で、マックス 100% なので、20軒まで建てて効果が発揮されるようなんですが、全体の効率アップ用の建物ですね、バラック。はい、それ以外にはですね、スモールバーン、小さな納屋、こちらを置くことができるようになったようです。これですね、こちらサイロと同じでですね、作物を、貯蔵する貯蔵庫になっています。たくさんトラックがね、運び込んでいるのが、わかると思います。そしてですね、こちらもちょっと大きな建物になるんですが、フロアミル。こちらですね、何かと言いますと、粉引き所です。今まで作物はですね、そのまま輸出するか、もしくは動物に飼料作物として食べさせて、まあ、お肉などにするかっていうことだったんですが、さらに作物をですね、まあ、粉引き所で粉にして小麦にして、使ってしまおうという建物がこちらですね、ミル、粉引き所です。
これもですね、区画を、見てみると分かるんですが、作物を今まではそのまま輸出と、まあ、お肉にするということだったんですが、こちらはですね、さらに小麦に加工して、町の外に輸出する、こうした形でですね、作物を作ったり、このエリアで労働者に働いてもらうことで、区画のレベルが上がり、さらに、新しい種類の建物をですね、この新区画に建てることができるようになっています。ちなみに新区画なんですが、特にね、既存の区画の設定などをする必要はありません。新区画設定で区画だけ塗って、そこにね、自分の好きな建物を建ててください。はい、これで、新しい区画の説明は終わりになります。こちらが、ま、農場バージョンで、これはですね4種類あって、さらに林業、工業、ま、鉱石の鉱の工業ですね、林業、工業、それから、石油、そして農業ですね、その4種類が、ま、同じようにね、このこれは農業バージョンなんですが、4つのパターンで、いろいろな特化産業エリアをですね、自分で建てていくことができます。今まではね、区画だけ設定して勝手に建物が建つのを待つ仕組みだったんですが、この新産業エリアはですね、自分で一つ一つ、建物を建てていくっていう、少し違った、シティーズ、今までのシティーズとは少し違ったアプローチをですね、する仕組みになっていて、僕も少しプレイしてみたんですが、かなり、面白いので、この DLC の肝となるこの要素はですね、ぜひ皆さんもプレイしてみていただきたいなと思います。はい、最後にですね、ベーカリーという建物も増えているようなので、こちらも設置してみましょう。はい、こちらベーカリー、まあ、パン工場ですね、ベーカリーというと、これどうなっているかというと、お肉、そして、作物、そして小麦、今この産業エリアで作っている3つの、製品ですね、それらすべてを輸入して、加工してですね、高値で、売りさばくことのできる施設ということになっているようです。こうしてね、建物が少しずつ増えていって、自分だけのオリジナル産業区画を作ることができます。はい、それでは次の機能を見ていこうと思います。トランスポートから、一番右のタブですね、ポストサービス、ポストオフィスというのがあるので、こちらを見ていってみましょう。はい、はい、こちら何かというとですね、郵便局です。郵便局でですね、今、建物から、車が出ているのが、見てわかると思うんですが、こちらですね、ポストバン、まあ、いわゆる、郵便局の、郵送の車ですね。街中にですね、これどんな建物かというと、街中に、メール、まあ、いわゆる手紙や、小包を届ける建物になっています。はい、そしてですね、今回から新たに、検問所というのが追加されました。でこちらですね、この道路をちょっと、一旦切ってここに置いてみましょう。はい、新しくですね、こちらに検問所ができました。まあ、料金所ですね、検問所っていうか、これ何かというとですね、ここを通る車から、少しずつお金を徴収することができます。初期設定ではですね、普通の乗用車が、1回1円、大型のトラックが1回2円ということですね。高速の出入り口なんかにね、設置したら結構車の通りも多いので儲かるんじゃないのかなと思います。まあ、軽く試してみた感じはですね、街の、区画から得られる収益に比べれば微々たるものだったので、まあ、そこまで無茶して儲けられるという感じではないんですが、なかなかね、面白い仕組みだと思います。高速道路の入り口なんかに置いたら結構それっぽくなるんじゃないかな。ちなみにですね、交通量が多いところに置いてしまうと、一旦車が止まってしまうのでですね、渋滞の要因になりかねないと思います。ちなみにですね、条例でこの検問 ETC に変えることができます。その場合はですね、車が一時停止するのではなくて少し減速するだけで済むようになるんですが、収益の3割をね、ピンハネされることになります。そういう新しい条例みたいなのね、結構面白いですね。はい、それからですね、今回新しい空港の種類も増えました。こちらですね、カーゴエアポート、それからですね、カーゴエアポートハブ、2つの建物が増えました。両方建てていってみましょう。はい、まずはですね、こちらがカーゴエアポート、貨物空港になります。今まではですね、駅や港からしかですね、貨物を、輸送することはできなかったんですが、もしくは、まあ、トラックですね、今回からですね、なんと飛行機で貨物を輸送することができるようになりました。同じくこちらはですね、カーゴエアポートハブということになっています。こちらも機能的には同じなんですが、こちらですね、鉄道の線路がここについていて、貨物線、貨物鉄道を、中にですね、呼び込むことができるようになっています。こちらもとても便利そうですね。今までにはなかった、大きな変更の一つだと思います。貨物空港、今までは結構ですね、貨物港、
貨物ハブの港とかね、かなり渋滞の要因になっていたんですが、この空港を駆使すれば少しね渋滞の緩和などもできるんじゃないかなと思います。というわけで、シティーズスカイライン新 DLC インダストリーズで増えた機能を確認してきました。まだ発売1日なので現在の体感ですが、なかなか面白い機能や便利そうな建物が多いので、おすすめの DLC だと思います。それではご視聴ありがとうございました。参考になったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。